きチャンネル。ちょ、月曜日です。総帥。はい、ということで今日も月曜日になってきました。東京は天気悪いですけどもね、あの試合がなくてよかったっていうね、中止になってたところもあったかという中でね、今日も、金土日3連戦総チェックやっていきましょう。はい、まずはですね、日本ハム対ロッテ。金曜日はね試合なくて、13日土曜日5対0で日本ハム、14日、2対5でロッテということで1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、もうねこの13日の試合はピッチャー加藤クピッチね、9回、102球4安打5三振完封勝利でございますね。ナイスピッチングというところで、相変わらずフォアボール出さないっていうね。まあ、緩急もついてね。まあ、いつも通りね、変化球も叩いていいピッチングできたかなっていうね。で、ロッテ先発森。4回101球、9安打4三振、1四球1デッドボール5失点と、まあ、全体的に制球が甘くて、それが高く入るって言ったところを、まあ、仕留め切られたかなっていうね。で、まあ、そもそもね、この5対0、3回の裏、伸びっていうところが、あるんだけどもね、先頭アルカンタラフォアボールで、松本内野ゴロにとってアウトで、野村三振で、2アウト2塁からマルティネスにねレフトへ、ヒットで、2アウト1、3塁からこの福田のねサードへのタイムリーな安打で、まあ、先制点を日本ハムが取って、まあ、ここね森にとってはもう不運ね、打ち取ってはいるけども打球がね死んじゃって、でまあ内野安打で、その後ね2アウト1塁から上川畑ね、ライトへのタイムリーね、で江越の3ランホームラン、江越なんかこうね、乱視だったけども、なんかゴーグルで、あのメガネつけて、それがいい形に出てね、あの、パンチ力ね、かなり良かったし、まあ、ここのね、上川端がね、福田のね、ヒットのみで終わらないでね、ここ繋げれたっていうのも大きかったし、6、7、8のね、この下位打線に行く中で、2アウトからしっかりね、5点取り切ったっていうところは、非常にね、いい形の攻撃、だったと思います。まあ、ロッテはね、4安打っていうところでもう、打つ手なしでございます。で、他はね、まあ、ヒットは出るけども、最後の1本出ないっていうところで、まあ、日本ハムとしてはこの4回以降のね、攻撃にしても、まあ、5回ね、2アウト2塁で伏見がね、センターフライ、だったりとか、4、6、7、8とね、8回も、1アウト1塁から万波細川がね、崩れるとか、まあ、ランナー出してくるからね、この終盤に向けてダメ押しね、もう1点ぐらい取ってたら、リズムよくね、日曜日に行けたんじゃないのかなっていうところあるけども、土曜日のこの試合だけ見ればね、完璧な試合だったと思います。はい。で、続いて、日曜日の試合で、ね、2対5で、ロッテというところで、この試合のテーマはこちらです。ミスをミスで返すっていうね、ところの、テーマでお送りしますけども、ま、日本ハムはね、その土曜日の試合の流れを引き継いで、いい形でね、2回の裏にワンアウトからね、福田のピッチャー強襲内野安打、ね、メルセデスの足に当たって、で、ここでね、万波の打席でメルセデスが暴投するんだけども、田村ね、ま、手で、まあ、結構前で反発したからね、体張ってもどうかっていうところもあるけどね、まあ、難しいバウンドだったけども、絶対止めなきゃいけない。それは、ベースの中だったからね、この範囲内。もっと体で行くとかなんとかして止めなきゃいけないところを後ろにやって、あとはね、これね、ちょっと球場の構造上、ちょっともうここでね、もう一回考えなきゃいけないところが、この、バックネット裏が、こうなってて、網がね、で若干こうなってこう落ちるんだよね。だからここに一瞬ね、あの止まったね、ボールが。あの、フェンスの上で。で、止まってから、ちょろっと落ちてきて、その間に、ランナーが一塁から三塁に行かれてるから、あれはどうなんやっていうね。やっぱこのスムーズに落ちてこないと、あれ挟まって止まったら、どうなんのかっていうね。インプレーのところで止まるからね。そういったところで挟まったら、進塁なのか止まるのかっていうところで、田村もね、その後ちょっとね、おあれどうなんやっていうような顔してたけども、ちょっと構造上、ここで、ね、フェンスからこうって、ここで一瞬止まって落ちたからね。そこら辺はちょっと回収必要なんじゃないのかなって正直思いましたね。まあ、ここ不運もありね、三塁になって、で、万波のね、サードゴロ安田がエラー。ね。で、カピカーバーとワンアウト一三塁からファーストゴロチャターにこいつ。顎上がってたもん、こうやって。怖いかっていう。体で止めろっていうね。で、その後、伏見のセンター前タイムリーヒットで2点取って、ね。このイニング、3つミス起こるからね。でも、ここのワンアウト一三塁から矢沢、これセーフティースクイズだったと思うの。キャッチャーの目の前落ちて三塁ランナー帰ってくるやつ。ここもう一点取ってたら、勝ってたかもわかんないね。あとは、このね、矢沢に言いたいのは、一三塁の場合は、セーフティースクイズは、送りバントと一緒だからね。その、基本的にはね。
まずはピッチャーが取れないところにしっかり転がして本塁投げれないようにして三塁ランナーはバントに当たったのでホームに帰ってくるけど、この時のセーフティーはもうランナーいないとかね、セーフティースクイズじゃないセーフティーやってるのよ。走ることに目いっぱいで、だからああいうバントになってしまうわけ。まずバントをしっかり転がしてから走る。自分はセーフになったらラッキー。サードランナーを絶対ホームに返さなきゃいけないバントする中では、ちょっとね、そのセーフティースクイズっていうのを、セーフティーも生かさなきゃ、自分も生きなきゃっていうところのね、欲が欠いたバントだったからね、あの姿勢にはバッとだね。もったいない。この1点取ったら勝ってたかもわかんない中でね。で、そこでいい流れでね、行くかと思いきや、ね、3回の表ワンアウトから、和田のセーフティーバント、ね。もうエスコンフィールドは天然芝だから、まあ転がったら死ぬのね、ボールが。で、あれね、ファーストじゃ無理よ。メネズ行かなきゃ。あれファーストが来て、ファーストは、それは悠々セーフになるよ。あれはもっとメネズが取りに行かなきゃいけないっていうところで、投げた後ね、向かう姿勢もなかったからね。で、それはセーフティー行けて。で、和田の盗塁、楽々盗まれてっていうね。で、この日ね、5盗塁されてんだよ。全部日本ハム。これね、もうメネズはね、井上でも走られてるからね、癖盗まれてるね。多分癖あると思う。あんだけいいスタート、なかなか切れない。で、和田が盗塁して、で、友杉がね、ポテンヒットのセンター前。で、ワンアウト一三塁から、まだ友杉盗塁。これでディレードスチール。キャッチャー伏見、見えてない。全然見えてない。ファーストランナーが。もっとね、見えるところでいるかね、もしくはね、これ、左バッターだったら見えないのよ。ディレードスチールが。そうなったら、もっとベンチがね、走ったとか言わなきゃいけない。俺とかはもう、常にベンチが走ったっていうのを見えないときはもう聞いて、あとは二遊間の動きをね、必ず見る。あとは常に走るかどうかもしんないっていうところを見なきゃいけないから、ちょっと油断多いね。で、中村抜きでフライ。で、井上ヒット。で、ツーアウト一三塁になって、井上の盗塁。これ井上の盗塁も楽々セーフだからね、完全に盗まれてるから、そういったところでもね、やっぱりね、癖があんのよ。井上に盗塁楽々されるぐらいだからね。あとこれキャッチャー伏見。投げちゃダメ。もう投げたってセーフなんだから、これね、投げない勇気が必要だった。で、それがね、悪送球になって三塁ランナー帰ってくるんだけども、セカンドのね、福田。これもう大問題。ね。もう、絶対ワンバンなわけじゃん。あんなの取ったってセーフじゃん。ランナー三塁いるわけや。体で止めろっていう。グラブだけじゃなくて。体のどこ当ててでも絶対止めなきゃいけないけ。後ろやって1点入るんだからね。それを手だけで行くっていう。それキャッチャーが投げたのが悪いんだけど、あれをね、二遊間も体で止めてストップしに行かなきゃっていう状況判断がね、いると思うんだよね。そこら辺のね、細かい野球がこの日はね、日本ハムにはね、全然なかった。で、4回表ね、ロッテは先制、ね、逆転してから安田がツーベース。で、岡野ね、なんとか進塁打打とうとしてたけど、ショートゴロになっちゃったっていうね。まあ、でもピッチャーの後ろぐらい行ったからね、二塁ランナーは進塁できて、で、ワンアウト三塁から田村のね、スクイズ成功っていうところでね、この1点大きかったね。で、4対2になって、で、8回にもね、茶谷がフォアボール。で、安田がね、ライト前ヒット、ノーアウト一塁から、また川野がね、フォアボール。で、ノーアウト満塁からレフトの犠牲フライで、まあ、これでダメ押しっていうところでね、6回にもね、和田に盗塁されて、で、5回にもね、茶谷も盗塁。この茶谷もね、ちょっとディレードスチール気味だったからね、一三塁から。これも不死で見えてない。この走ったのかどうかが。動きが遅いから俺には見えてないように見えるんだよね。だからもうちょっとここら辺をね、バッターが見えなかったら、見える位置に自分が動くとかね、正規のところよりも見える位置に、常に見えるうちにいて、ミットだけそこを構えるとかね。ミットだけこう構えて見える位置にいるとか、ミットだけこう構えて見える位置にいるとかっていう、ミットはそこに構えてんだけど、体と顔を動かして、ランナーを視界から消えないようにする。あとは、テレビ上だったからどこまでわかんないけども、ベンチが走ったっていうどこまで言ってるかだね。それによって、キャッチャーはね、耳をダンボにして聞くっていうところも大事だからね。ちょっとこのね、日曜日の試合っていうのは、日本ハムのね、ちょっと野球が収まってたからね、ちょっと出たかなっていうね。で、そこをね、ロッテはもうガンガンついていってね、なんて言っても、盗塁がね、全部で5個だからね、1試合。これはちょっとね、なんとかしなきゃいけない。クイックにしてもそうだけど。あと、メネズは絶対癖盗まれてると思う。でないと、あんな悠々走られない。あとはね、やっぱセーフティースクイズだね、日本ハムはね、この2回の裏っていうところがね、大きかったかなと思います。結果ね、1勝1敗の5分でした。続いて、オリックス対ソフトバンク。12日3対4でソフトバンク。13日8対3でオリックス。14日3対3の引き分けっていうところで、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども、12日ね、3対4でソフトバンク。ソフトバンク、少ないチャンスをものにして、リリーフで逃げ切るっていうところでね、2回表、柳田内野安打。で、中村がね、ライトツーベース。ツーアウト2、3塁から6番、栗原がね、
セカンドゴロの間に1点取るんだけども、ここでセカンドゴロ、グッて。ね。まあ、なかなか調子が上がらないっていうところもあるかもわかんないけど、こういったところでセカンドゴロを打って、セカンドランナー帰ってくる。そして二塁ランナーも三塁に行く。それにつながって、ワンアウト三塁から7番今宮がレフトへね、タイムリーツーベース打てるっていうね、この2点目につながったね、このセカンドゴロっていうのは大きかったかなと。で、4回表ね、柳田ホームラン。ね。で、5回の表、甲斐フォアボール。で、シュート送りバント。佐藤三振するけども、近藤フォアボールで、山崎幸也からピッチャー本田に変わって、柳田がね、センターへのタイムリーヒットっていうね、柳田絶好調。まあ、山崎幸也もね、先発ね、4回3分の2、90球、4安打4三振、2四球4失点と、これね、まあ、2回は仕方ないにしても、ね、この4回のね、先頭柳田ホームラン、ここで踏ん張りたかったけど、5回ね、このフォアボールでね、ちょっと力尽きたかなっていうね、オリックスも何気にちょっと先発か6人ね、揃ってないっていうところでは、この前ね、あの黒木もね、先発でちょっとバタバタしたしね、ちょっとこう山崎幸也ね、ちょっと頑張ってもらえないと先発のね、厚みっていうのが出てこないかなっていうね。まあ、んでこの時点のね、4対0でね、もうソフトバンクね、この4対0でも勝ったかなと思ったけども、5回裏、小田センター前ヒット、紅林三振するけども、茶のフォアボール、デッドボール、で、宗がね、レフトへタイムリーヒット。で、シュインデルレフトへタイムリーヒットっていうところで、まあ、2点を返してね、4対2になって、まあ、その後ね、頓宮フォアボール、2アウト満塁のこのゴンザレス、ここで1本出てればっていうね、まあ、オリックスはね、5回、6回ね、もう1本出てればっていうね、で、6回裏もね、若月ツーベース、で、小高センター前ヒット、ノーアウト1、3塁から、福田がね、レフトへ犠牲フライ、で、茶野がね、の時に小高盗塁成功して、ワンアウト二塁から茶野がアウト。で、胸フォアボール、中川ね、三振というところで、このね、5回、6回で、最後のもう一本ね、粘り強く出てれば、ひょっとしたらオリックスがね、勝てるチャンスあったかなっていうところで、まあそこを活かしきれずね。まあその中でもね、やっぱこのね、2回の栗原のセカンドゴロっていうのはね、何気に大きかったなっていうところと、まあオリックスの投手に活かせれば、5回のね、先頭回のフォアボールから近藤のフォアボールっていう、ちょっとフォアボールが重んでね、この1点取られたっていうところは若干大きかったかなっていうね。で、13日8対3でオリックスっていうところでね、オリックス先発山本ね、6回111球5安打8三振2四球、2デッドボール3失点と、ちょっと肩の開きが早いような気になるんだよね。だからこう手がちょっと外回りするっていうところでね、ちょっと制球乱す場面もあってね、なんとプロ初の押し出しっていうところも出て、ちょっとなんかモンスター山本っていうところがね、ちょっとこの肩の開きがね、気になるなっていう。で、ソフトバンクはね、先発東浜。5回3分の2、99球、9安打2三振、2四球5失点と。まあ、ストレートのね、制球定まらないで、ちょっと変化球中心になりすぎたかなっていうところでね、あんまり緩急使わず、そこね、ちょっと痛打されちゃったかなっていうね、ところもあるけども。この日もね、2回裏、オリックス先生、頓宮若月がね、連続ヒット。で、オーダーアウトになるけども、紅林義母でね、タイムリーっていうところで、このね、5番頓宮から下位打線に行く中でね、しっかり3点取り切ったっていうのはね、グッと。だからね、オリックスはね、前のカードとかも、負けててもやっぱ終盤点取ったりとか、このね、打線のつながりはいいんだよね。これ、投打の組み合わせだけだからね、そういったところでは非常に、今ね、どの打順から始まっても、点が取れるっていうね、この杉本森のね、この主力がいないっていうところは打点のつながりが重要になってくるところで、その打点のつながりがバッチリあるっていうところはね、このオリックスの首位の要因かなと思いますね。で、このままね、山本が投げてるから、あ、スンっていくかなと思いきや、3回表にね、2アウトから中村がヒット、柳町ね、内野安打。で、近藤フォアボール、2アウト満塁から柳田に押し出し、で、栗原にセンターへの同点タイムリーヒットで3対3になるっていうね、で、その後、アスディーヨ、デッドボールだからね、ちょっと、山本にしては珍しくね、制球乱す。まあでも結局ね、山本もこの3失点だけだったからね、まあそれをね、しっかり試合としてまとめるっていうところはね、山本の素晴らしさはあると思います。で、5回裏ね、中川ツーベース。で、シュインデラウトになるけども、頓宮がね、勝ち越しタイムリーヒットっていうところで、勝ち越してね。で、6回裏、7番、小田がね、ツーベース。で、紅林ギブアウトになるけども、1番に帰って、茶野がね、センタータイムリーヒット。で、茶野が盗塁してからの野口のタイムリーっていうね、そつない攻撃。ね。で、まあ8回にもね、T 岡田のタイムリーヒットっていうところで、T もね、今季初、ヒットで初タイムリー、初出場。まあここら辺でね、またこれ2軍からね、1軍から抜ける主力もいるけども、2軍からこう仕上げできて、その選手がね、勝つ、で、打つっていうところではね、チームも盛り上がっていくし、いい形のね、層の厚さっていうところも出てくるし、ね。まあね、この日、オリックス先発全員アンダーっていうところでね、先ほども言ったけど、負けててもしっかりね、繋げてくるっていうね、この打線の繋がりがね、できてるっていうところもね、非常に大きかったかなと。一瞬ね、
3回表ね、ソフトバンクが同点になった時はどうなるのかなと思いましたけどね、そこをしっかりね、さすが山本っていうね、ところだったけども、6回111球はね、ちょっと山本の石は、投げすぎかなっていうところもあるしね。で、そっからね、まあ、安倍、山崎、総一郎、平野とね、しっかりリリーフ守り切ったなっていうね、中では、大きい勝利だったんじゃないでしょうか。ね。で、14日、3対3の引き分けっていうところになりますけども、ね、オリックス先発ね、山下俊平太、ね、どういう風に負けるのかっていうね、ところがね、村上、山下、佐々木朗希っていうね、日本プロ野球三大不思議っていうのをね、言ってましたけど、この日山下ね、5回3分の1、94球、6安打4三振、2球3失点と、ね、初の基本塁打、周東に浴びたりね、ちょっとね、高めのね、威力、ね、この日はね、高めで攻めていく時の威力がね、通用せず、そこを抑えきれずっていうところがね、ありましたね。で、ソフトバンクはね、先発ガンケル。6回3分の1、111球、6安打4三振、1四球1デッドボール2失点と。まあ、持ち前のね、ツーシームスライダーカットっていうね、この、どっちかっていうと、三振バンバン取るっていうよりも、打たして取るね、この両サイドの広がりっていうところでは、非常にね、まあ、今季初登板になってね、まだかまだかって言われてた中ではね、非常に自分の持ち味を出した素晴らしいピッチングがね、できたんじゃないでしょうか。結局ね、まあ、勝ち負けはつかなかったけどもね。で、この日もね、オリックスが4回裏に先制、シュインデルツーベース、頓宮若月アウトになるけども、小田が、なんと、レフトスタンドにホームラン。グッド、ナイスバッティン、打撃好調、素晴らしいね。で、まあ、このままね、すんで、山下俊平だからね、これもスンっていくのかなっていうところの中でね、5回表、なんとシュートはね、インコースの若干高め、真ん中気味のところをね、ライトへ、ホームラン。ね。で、6回表、ワンアウトからね、近藤ライト前ヒット、柳田レフト前ヒット、栗原ライト前っていうところが、ここがね、全部高めなんだよね、打たれたのがね。このワンアウトから、このね、近藤にも3ボール2ストライクからね、ちょっと真ん中高めのストレートっていうところをライト前。で、続いて、柳田にもね、2ストライクから高めのストレートっていうところをね、レフトでね、弾き返されて。で、2アウト、1、3塁からね、栗原にも、アウトコースね、高めに浮いたところをね、引っ張り込まれて、真ん中気味のところをね、で、ライト前ヒット。で、柳町にね、ストレート打たれるからってね、カーブ行ったところをカーブも若干高めに浮いて、それを柳町がね、うまく、レフト前ヒットっていうね、これ全部ここのね、4連打っていうところが高めに浮いたところを打たれてんだよね。それを今まではね、ファールとか空振りされてたけど、そこをまあ仕留められるっていうのは、若干球威、球質がね、このイニングね、ちょっと落ちちゃったのかなっていうところはあるね。まあそれはね、まあ6回っていうところもあるんで、若干疲れも出たかなっていうね。まあその中でね、柳町に打たれて、ピッチャー比嘉に変わってね、まあ、この比嘉がね、今宮シュートを連続で抑える、グッピッチ。これは大きかったね。で、この柳町のヒットで3対2と逆転して、このまま強力リリーフ陣で、スンと行くかなと思ったら、8回裏ね、ピッチャーモイネロから、ワンアウトから頓宮フォアボール。結局フォアボールからね、痛くなる。で、ここでね、代走佐野。で、若月三振するけども、ここでね、小田のところで代打福田。ね。で、ここで佐野が盗塁。で、セーフになって、で、福田の同点タイムリー。代打策。実るっていうところで、ね。で、ここもよ、小田、ホームラン打ってんのにね、代打なのよ。で、福田打つのよ。グッド。もう、俺にはできない采配だね。これはね。なかなかできないよね。ホームラン打ってる小田を変えて福田だもんね。で、これ同点。これはソフトバンク痛かったね。で、その後はね、まあ、両ピッチャーね、しっかり、抑えて、まあ、ソフトバンクはね、9回、10回、11回、12回とね、全員ランナーね、毎回出すけども、まあ最後ね、仕留めきれずっていうところはあってね、まあこう3勝3敗。まあオリックスとしてはね、山本、山下投げる中で、1勝1敗1分けはね、ちょっと痛かったんじゃないのかなっていうね。まあソフトバンクはね、1勝1敗1分け。ね、藤本監督は巻き越せなくてよかったっていうね、コメントを作ってましたけども。ね、あと、平野、200ホールド、200セーブ、日本球界初の日米合算の記録。ガッツ。スパイラルク。ナイス。これも迷宮界案件でしょ。だって、今まで史上誰もいないわけでしょ。200ホールド、200セーブ。で、上原さんとか藤川球児とか、特例だったよね、多分。特例で、迷宮界入ってんだから、この平野も特例案件でしょ。俺は200ホールド、200セーブ、史上初。100勝100ホールド100セーブにね、すぐぐらいの素晴らしい記録だと思いますけども、どうですか迷宮界の皆さん。平野も俺は迷宮界案件だと思います。結果1勝1敗の1分けでした。さ
続いて、西武対楽天。12日4対4で引き分け。13日7対4で西武。14日0対5で楽天というところで、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけど。まあ、ということで今日はパリーグ全、ね、週末全カードが1勝1敗1分け、もしくは1勝1敗の5分っていうね、形で終わりましたけども。ね、12日4対4でね、引き分け。楽天先発田中マー君ね、5回52球、5安打1三振、無四球4失点と、ちょっと高めに浮いたところをね、通打されちゃったかなっていうね。で、西武はね、松本、4回85球、4安打5三振、3四球2失点と。まぁ、ちょっと安定、ね、制球がちょっと安定せず、ね、そこら辺ちょっと苦しかったかなっていうところあるけども、まぁ、4回ね、安安打球が足に当たった直撃で、影響もあって交代したのかなっていう、まぁ、球数も多いけど、交代するほどじゃないのかなと思ったけど、そこの足のね、具合っていうところはあるのかなっていう中でね、楽天はね、2回表、ワンアウトからね、鈴木康田がね、連続ヒットでワンアウトに三塁作って、9番山崎がね、犠牲フライでいい形で先制するも、西武はね、ワンアウト一塁からね、愛斗がレフトスタンドへ高めに入ったところをホームラン。ね、で3回の表、浅村がホームラン打って同点になるけども、4回の裏にね、今度、おかわり君がね、また高めに打ったところを、ね、ホームランっていうところで、ね、マークは全部高めに打ったところをね、全部きっちり仕留められたっていうところで、まあ、これも4対2でね、終わるかと思いきや、7回表にね、西川、渡辺のね、連続ヒットで、伊藤がね、犠牲フライ。で、8回の表もね、2アウト1塁から代打、炭谷がね、ライトへ同点ホームランっていうね、ここら辺、だから、ちょっと西武もね、ちょっとリリーフがバタつくよね。誰かが良かったら誰かが悪いとか、なんかこう、バシッと揃わないっていうところがね、痛いかなと。まあ、その後はね、追いつかれた後は松田、佐々木、田村ね、某高橋とね、きっちり抑え切って引き分けになったっていうところはあるけども、ね、森脇、平井、ね、ティノコとやっぱり連打を浴びてっていうところもあるけどもね、ここら辺はね、楽天も非常に粘り強くね、戦い抜いたかなと。逆に楽天はね、マーク以降、宮森、孫、坂井、松井、内、安楽、西口とね、まあ、安楽と宮森はね、ヒット1本ずつ打たれてるけども、ね、速攻、あとはね、しっかりヒットも打たれないで抑えてね、0点で抑え切るっていうのは非常にね、グッドリリーフ。ね、中では楽天としてはね、よくね、引き分けで終えたかなっていうところはありますね。で、13日、7対4でセーブっていうところで、楽天、いい形で先制のする中で、フォアボール、エラーで大量失点の幕です。まあ、この日ね、楽天先発藤田、4回3分の2、95球、5安打5三振、4四球、6失点と、これも4つのフォアボールが痛かったね。で、西武先発高橋コーナー、7回128球、6安打6三振、4四球、2デッドボール2失点と、こちらも6四球、危ない投球っていうね。中で楽天はね、2回表、ね、先頭岡島フォアボール、島内アウトになるけども、ね、鈴木大地デッドボール、ね、ここで1、2塁。で、太田三振するけども、西川がね、内安打。で、山崎タイムリーの、ね、渡辺押し出しで2点っていうね、もう立ち上がりから高橋コーナー大荒れっていうね、中でいい形で2点取ってね、このまま行こうっていう中でね、4回の裏、ワンアウトから、外崎ツーベース、中村牧奈の連続フォアボール、こっちもフォアボール、で、アイトアウトに取るけども、鈴木翔平がね、逆転のタイムリースリーベース、これ多分打ってなかった、負けてたね、正直セーブはね。で、5回裏、ワンアウトから、長谷川のサードゴロ、伊藤、ファースト悪送球、バッと。で、ウネンティンレフト前ヒット。で、外崎犠牲フライで1点取って、中村フォアボール。で、マキノンタイムリースリーベースで、また3点。で、このね、セーブはね、もうフォアボールとか相手のミスを着実に掴んで、2アウトになっても、その1本出すっていうところでね、この6点っていうところはね、非常に大きかったかなと。で、8回裏にもね、コロバが、スクイズ、ファールした後に、もう一回スクイズ成功っていうね。まあ、出す方も勇気いるけども、やる方も、グッドバーンと。ね。で、これでまあ7点目に取ってね。まあ、9回表にね、楽天は2点取るけども、やっぱりね、もう楽天はね、この3回、ね。先頭浅村フォアボール出して、2アウト1塁になるけども、岡島が盗塁試みもアウトっていうね。ここチャンスを増やせず。で、4回もね、先頭鈴木大地出て送りバントを決めるも、西川山崎でね、1本出ずっていうね、この3回4回先頭出すも、ね、こう生かしきれずっていうところもあるし、7回表も、山崎センター前ヒット。で、渡辺ね、三振するも、古賀がね、悪送球でランナー3塁。ワンアウト3塁から伊藤三振するけども、浅村フォアボール、2アウト1、3塁で岡島ショートゴロでね、相手にミスもあったチャンス、最後2アウトで1本出るかっていうね、この試合は2アウトで1本出るか出ないかっていうところはね、大きかったかなと。
まあ、結果ね、7対4で西武の勝ちっていうところと、まあね、前日ね、リリーフを使いながら、12回引き分けになったところでね、まあ伊藤、藤井もね、高橋も長いイニング投げたかったところで、ちょっとね、両者ともに、制球のね、ちょっと乱れっていうのが大きかったかなと。その中でもまあ高橋コナね、7回よく踏ん張ってね、投げたかなっていうところは、グッとさあ、続いて、15日、0対5で楽天っていうところで、もうこの試合はね、もう、滝中様々でございます。ね。8回3分の1、123球、1安打9三振、3四球無失点、9回ワンアウトまでノーヒットノーランです。グッとね。カーブプリーンっていうのも良かったし、フォークも低めに決まってたし、まあストレートのね、カーブの緩急ね、三振取る時のフォークの低めのきっちりっていうところでは本当に文句ないね、素晴らしい、ピッチングだったと思いますね。で、その中でね、打線も5回の表ね、フランコがホームラン、で、オゴがね、ヒットと。で、7回にもね、安田のライトスタンドでツーランホームランっていうところでね、着実に点を取って、完璧に近い、試合だったんじゃないでしょうか。ね、西武先発隅田ね、6回3分の1、96球、5安打9三振、1球3失点と、まあ、最後ね、あの力尽きるけども、非常にクッピチ、ね、無援護です、まだ。ね、良かったと思うんで、ここら辺はね、継続してやっていくっていうところ大事だし、西武打線は1安打だからね、もう打つ手なしっていうところだと思います。だから隅田はね、負けたけども、そんな悲観することないピッチングだったと思うんで、これはもうね、滝中のピッチングが全てだったかなと思います。結果ね、1勝1敗、1分けでした。続いてセリーグ。ヤクルト対中日。12日1対7で中日。13日4対1でヤクルト。そして14日8対5でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、12日ね、1対7で中日っていう中で、中日先発小笠原ね、7回103球、6安打8三振、1四球1失点、自責点0っていうところでね、まあ3試合ぶりの勝ち。ね、グッピッチ。ね。まあ低めのね、精度がめちゃくちゃ高かったなっていうね。まあまっすぐチェンジアップっていうところがね、しっかり低めに行って、あとはカーブね、スライダーっていうね、緩急もつけながらっていう中では非常に素晴らしいピッチングだったと思います。ヤクルト先発高梨ね、5回81球、5安打3三振、1四球4失点と、まあ1、2回ね、味方のエラーもあって失点したけども、3回以降良かっただけにね、ちょっともったいなかったかなっていうね。まあ中日はね、初回、大島ツーベース、そして岡林がライトへね、先制のツーランホームラン、初ホームラン、ナイスホームラン、ね。で、2回、ワンアウトから村松センター前ヒット。で、岡沢ウルクリバンド決めて、ツーアウト二塁から大島のね、レフト前ヒットで、レフト、ホーム。で、ホームは村松がセーフ。で、バッターランナーの大島をセカンドへ誘うと、古賀がセカンドに投げたら、大悪送球、高めに浮いて。で、それがもうね、センター誰もいなくて、点々と転がって、打った大島もホームに帰ってくる。古賀、バッと。これで、センターなんでカバーいないんやってなるんだけども、センターはまず、レフトが万が一攻撃するったら困るからね。あの、レフトの方のカバー行くよね。ゴロでもね。で、行って、取ったの見て、自分の方に帰ってこようと思ったら、の大暴投になるわけ。それはね、もう間に合わない。絶対間に合わない。もうあれも投げたやつが悪い。ここが、バーッと。で、この4点目。これ結局、痛かったね。で、6回にね、木下のタイムリー。で、8回に、加藤翔平ね、タイムリー内安打で大島ね犠牲フライというところで7点取ってね先制中押したもよし完璧だったんじゃないでしょうか。ワンアウト満塁から代打加藤翔平ピッチャータイムリー内安打グッと打つねんな。しかももう代打の1番手やんな。いいね、ポテンシャルあるからね。しっかり自分よがりにならない、ね、相手の波に乗ってね。ロッテの時からずっと言ってたけど、相手の波に乗って自分よがりにならないようにね。ポテンシャルあるよ。打つじゃん。ね。で、まあ、ヤクルトとしては、ね、まあ、ここで、まあ、1点しか取れなかったっていうところと、まあ、着実に点を取られたっていうところでね、まあ、フォアボールとかミスもね、絡んで失点だから、まあ、これはちょっと仕方ないね。13日、4対1でヤクルトっていうところで、中日ね、先発中地、プロ初登板。1回20球、2安打2三振、2失点。で、脇腹がつったって言って交代っていうね、ところだから、まあ、1リーグだけだったからちょっとわかんなかったけど、なんか、低めのね、フォークボールの精度はめちゃくちゃ良さそうだったからね、ちょっと長いイニング投げるのもう一回ね、また見てみたいね。ヤクルト先発ピーターズ。6回81球、6安打3三振、無四球無失点と、まあ、まっすぐツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップと、まあ、左右ね、打者関係なく、両コースにしっかり投げ切ってね、コンビネーションも使い、非常にね、グッピッチだったと思います。ヤクルトはね、1回の裏に村上がね、ホームラン。で、8回の裏に村上がホームランと、村上2本のホームラン。
5月になって打率も上がってきて、ね、上々成績上がってきたから、もうこっからかな。ね。で、中日はね、1点取られた後の2回表ね、木下ツーベース。で、鵜飼サードゴロアウトになるけども、村松のセンター前、ちょっとカンチャン気味だったけども、3塁で木下アウト、バッと。まあ、センターね、山崎めっちゃ落ち着いてないスローで3塁タッチアウトにしたけども、ワンアウト2塁でセンターのカンチャンヒットで3塁アウト。なかなか見えひんな。これ結構大きかったよ。お互いにとってね。で、中日はね、1回、2回、3回、4回とランナー出すも1本出ずっていうところで、初回もね、2アウトから細川、石川のね、連続ヒットで2アウト1、2塁。ここで福永がね、三振。で、2回もね、今の当たりでね、木下がサードアウトになって、その後ね、代打伊藤も、セカンドフライでアウト。で、3回もワンアウトからだけども、岡林ランナー出て、ね、でも盗塁試みでアウトっていうね。で、4回も、先頭ね、石川出るけども、福永ダブルプレイっていうところで、まあ、ここね、一本出ずっていうところかね、まあ、打線繋がらずっていうね、あと走塁ミスっていうところも痛かったね。で、2対0でいった中で、7回ね、ワンアウトから福永フォアボール、木下ライト前ヒット、ね。で、溝脇三振するけども、村松フォアボール、ツーアウト満塁から、代打加藤翔平。ここで一本出てればっていうところで、ここで1点も取れなかったのが大きいね。まあね、打つときもある。まあ代打だから難しいよな、翔平ね。でもまあ、ここから頑張って、いいところで使ってくれてるんだから、ね、打っていこう、ね。まあでもここがね、勝負手だったかなと。でまあこれね、点は取られなかったんだけども、7回裏、ヤクルト内山がツーベース。で、長岡のときにね、キャッチャー前、ショーフライ、木下、ポロッと落とすっていう。嘘やろって。これ見てない人見てください。バッと。どうしたらいいや。あれ落とすって。まあ結果ね、失点にね、繋がらなかったから良かったけども、危なかったよ。まだあの状況2対0の時だったからね。まあ結果ね、村上の2発のホームランでね、ヤクルトの勝ちっていうところでね。で、14日ね、8対5でヤクルトっていうところで、まあもう中日はね、まあその木下のミスとかもそうだけどね、土曜日の、もうエラー4つでも自滅だからね、この日もね。まあ高橋宏斗が投げるっていう中でね、ここはやっぱしっかり勝ち切りたいっていう中で、まあ5回裏ね、内山長岡が連続ヒット。で、小川がね、スリーバウンド失敗でアウト、バーッとこう、とかなきゃちゃんとね。しかし、塩見デッドボール。これ痛かったね。で、浜田押し出しフォアボール。で、山田がね、犠牲フライで2点しっかり取って、ね。でも中日もね、6回表にワンアウト3塁から、代打加藤翔平ね、セカンドゴロの間に1点取ってね、こう打点1。こういうの積み重ねも翔平大事だからね。でね、1点取ってまだ2対1。分からない状況になるよっていう中でね、6回裏ね、高橋から田島に代わって、サンタナオスナ連続フォアボール。で、内山は送りバンドを決めて、ワンアウト2、3塁から長岡タイムリー。で、小川はね、ここきっちり送りバンド決めて、グッと、ワンアウト1塁から。で、塩見がね、タイムリーで、3点取るっていう、完璧な攻撃。ね。で、2回裏、ね、ピッチャー谷本に代わって、山田のレフトフライ、アルモンテラッキュー、バッ嘘でしょ。まあ、フェンス際だったけど、普通のレフトフライ。で、村上のファーストゴロ、細川光一。で、ノーアウト一三塁から、並木でね、サードゴロ、ね、サンルス投手山田アウトになるけども、ツーアウト一塁から、オスナのね、ツーランホームラン。で、7回に、まあ2点取って、もうこれでね、7対1、まあ勝負あったっていうところだけども、と思ったの、俺はね、勝負あったと思ったけども、8回表にね、アルモンテ福永ヒット、で、木下フォアボール、ノーアウト満塁から、村松が満塁ホームラン。ガッツ。ナイスバッティ。言った。完璧だったね。で、7対5で2点差になるわけよ。まだワンチャンス、わかんないっていう中で、8回裏、ね、ワンアウトから、その村松がエラー。で、塩見、ライト前ヒット。で、山崎、レフト前ヒットで1点。この1点大きかったね。4エラー。それはきついよ。せっかくね、5点も取ったのに。守備のミス。チグハクさん、もったいなかったね。しかも高橋宏斗投げてるだけにね。結果ね。2勝1敗でヤクルトの勝ち越し。ね。まあ、村上がここから上がっていくのかっていうところもあるしね。ヤクルトはね、こうやって打ち合いになってもね、終盤しっかり勝ち切ったっていうところとね、あとミスをしっかりつけるかどうかも大事だからね。これミスつけなかった意味ないからね。ミスをしっかりついて、そこ1本ね、打てたっていうところも非常に大きかったと思います。結果2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。
続いて、巨人対広島。12日4対9で広島、13日5対4で巨人、で14日2対7で広島、広島の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけどね。12日4対9で広島っていうところで、広島先発大瀬良ね、7回100球5安打7三振1四球2失点と、まあね、あの抑えたのもカットスライダーで、6回打たれたのもカットスライダーっていうところで、まあ7回2失点はね十分だったかなと。でしかもカットスライダー良かったからね、しっかりコースも投げてね、そういったところではまあ自身のね、ピッチングはできたかなというね。で巨人先発横川ね、6回94球5安打6三振3四球1失点と、まあ立ち上がりね、ちょっと制球ばらついたなっていうところはあったけども、まっすぐカーブスライダーカットチェンジアップね、緩急つけながら、特にね対角線のストレートスライダーカットっていうところをしっかり投げ込めたっていうところもね、緩急がうまくついたっていうところもあったんで、そこら辺はね非常にねグッドピッチングだったと思います。でね、まあこの試合ね4回ね、あの西川が、ホームランを打って先制するも、6回裏にねそのね、吉川丸とね、そのカットスライダーっていうところを打たれてね、丸がツーランホームランで逆転。ね。で、問題はね、巨人はね、もう7回表なのよ。ピッチャーね、横川に代わって直江がマウンドに上がって、8番上本をね、フォアボール。で、大瀬良送りバントを決めて、菊池の時にね、ワイルドピッチっていうところでね、まあ、これね、あの、大城はね、インコース構えてたの。そのインコースがね、スーパー逆球になってアウトコースに引っ掛けていって、まあ、キャッチャー取らなきゃいけないんだけども、あそこまで逆球になったら、ちょっと取るのはね、正直難しい。多分ストレートだったと思うからね。ここがバイトで、こんなとこ行くって思わんやんな。正直な。で、ワンアウトね。で、その後菊池がフォアボールになって、ワンアウト一三塁で、代打野間がね、犠牲フライで同点に追いつくっていうところでは、ここがでかかったね。ノーヒットで、広島は1点取ってるからね。で、同点になるけども、8回裏にね、ワンアウト一三塁から、岡本がね、ライトへ、タイムリーヒット打つんだけども、これカンチャン風にね、ちょっとふわーってね、難しかった判断。でもそれをね、セカンドランナー吉川ね、好判断でホームまで帰ってきた走塁、ナイス判断、グッド走塁。ね。で、これ終わったなと思ったら、大勢、9回表ね、広島はワンアウトから2打、2打差がね、2ベース。で、ワンアウト2塁から代打、松山が、レフトへの同点タイムリーヒット。やっぱり松山っていうね。で、10回表にね、もう一挙、もうね、ピッチャー、菊池から、ね、坂本タイムリー、ね、で、押し出しもあったり、で、菊池がね、最後ピッチャー、ロペスに代わって、高めのストレートをね、もう当てただけ、コンパクトにね、パンチショットみたいな当てた感じで、満塁ホームラン、一気に6点取って9対4っていうところでね、やっぱり今日の巨人はこれ7回表のノーヒットで1点取られたのがね、ちょっと痛かったかなっていうね。で、13日、5対4で巨人っていう中で、広島先発森下ね、6回94球、6安打7三振、2球2失点と、ちょっと立ち上がり球浮いたところをね、ちょっと痛打されちゃったかなっていう中でね、2回ね、ワンアウトから大城センター前、秋広ライト前、で、岡田フォアボール、で、ワンアウト満塁から門脇のね、内野ゴロの間に1点っていうね、ところはあるんだけども、これね、1点で済んだからよかったけど、あの、ファーストマクブルームね、一塁線ダイビングキャッチして、ナイスプレーっていうところで、あれ抜けてたらね、もっと大負けして終わってたと思う、カーブで、ね。マクブルー、ナイス。で、3回、高めに浮いたところをね、あの、坂本にカーブね、レフトへホームランっていうところで、まあ、2点先制されてね。まあ、その中でも、まあ、6回2失点だからね。俺はまあ、上々だと思う。いい感じでね、まあ、故障明けっていうところもあるしね。で、巨人先発はね、グリフィン。7回102球、4安打9三振、1四球1失点と、もうこちら安定感。戸郷グリフィンが一番安定感をね、見ててね。で、このままね、2対0でいくかと思ったけども、6回表にね、ワンアウト3塁から秋山のタイムリーヒット。そしてまた、9回に、ピッチャーね、大勢から、先頭のマフォアボール。で、ダイソー初期。で、盗塁成功。秋山送りバンド。で、ワンアウト3塁から、松山ね、セカンドゴロだけど、初期ナイス走塁。ね。で、これで同点になって。で、12回の表に先頭秋山がレフト前ヒット、松山アウトになるけども、西川がね、レフトへツーベース、デビッドソン敬遠されて、代打磯村押し出してトーク。で、その後、堂林タイムリーっていう中でね、2点取って、これまた巨人、ね、負けたなと、広島勝ったなと思ったら、12回裏、なんと、ノーアウト満塁から、大城がね、犠牲フライ、で、秋広が同点タイムリー、ね、この、あれ、うまかったね。とね、こう肘畳んでね。で、最後、ツーアウト満塁からブリンソンがセンターへね、タイムリーヒットでさよならっていうところで、ここで神話が生まれました。ブリンソン、走塁ミスして原監督怒ると、決勝打打ち勝ち。ね、11回裏、
ワンアウト一塁で、ブリンソン、牽制で挟まれてアウト、バーッと原監督めっちゃ怒ってました、ほんと。そしたら、12回、最後ブリンソンが打ってサヨナラ。喜怒哀楽激しいわ、ほんと。巨人ファンの皆さんも激しいでしょ、喜怒哀楽。でも、走塁ミスすると打つっていう神話が生まれたかもわかんないです。この前もそうじゃないですか。走塁ミスしてホームラン。ね。走塁ミスしないように、教育だね、コーチがね。で、サヨナラ勝ち。まさかの巨人、サヨナラ勝ち。で、14日、2対7でね、広島っていう中でね。まあ、この日ね、広島先発、アンダーソン。ね、7回104球、1安打5三振、3四球無失点と、若干ね、高めに浮いた球もね、あったかなっていうところはあるけども、比較的ね、要所で低めにしっかり投げ切ったっていうところでは非常にね、グッピッチ。多分これね、アンダーソン低めにボール揃え出したら、かなり厄介だと思う。ね。で、巨人先発、赤星ね。6回3分の2、127球、6安打8三振、3四球1失点、5失点。5失点したけども、本当にね、序盤から、この内外をしっかり投げ分けて、非常にね、投球内容は良かったと思う。だから巨人はこの試合ね、3安打で援護点なしっていうところで、これ早い回ね、援護できてれば、もっとね、赤星勝ちつくぐらいの投球だったと思うんだよね。まあその中でね、広島はね、初回、2アウト1、2塁から、松山のね、セカンドゴロ、吉川が悪送球、バッと。だいぶ逸れてて。こういうのもあるからね、ミスの失点っていうところもね。で、7回表ね、広島の攻撃、田中ツーベース、アンダーソンね、ショートに内野安打っていうね。これもね、バンドが、間、ピッチャーとファーストの間抜けていってね。で、まあ、ショートが取ったっていうだけでね、飛んだところはもうセカンドよ。これも痛かったね。狙ってわけじゃないと思うの。多分バンドが下手くそだから、マシに当たっちゃってね、トーンっていっちゃったらよくあるパターンだよね。で、そっからね、ツーアウトになるんだよね。まあ、菊池ね、セカンドゴロ、西川ファーストゴロで点取れないで、で、秋山フォアボールって、ツーアウトなんだけども、マクブルームに満塁ホームラン。ここもアウトローね、結構いいところ赤星投げたんだけどね。まあ、これでね、力尽きて5失点っていうところはあるけども、赤星はね、内容良かったと思う。正直ね。ここだけ。まあ、不運はこのね、まあ、初回はね、エラーの失点だし、ここはね、アンダーソンのバントがね、奇跡的に抜けちゃったっていうところがね、非常に痛かったけども。で、8回ね、デビッドソン、田中がね、タイムリー。で、巨人もね、ウォーカーのツーランホームランで点取るけども、まあ7対2っていうところで、まあ広島がね、勝ち越したっていうところになるけども、まあ序盤にね、ほんと援護できてれば赤星のね、投球内容、俺は悪くなかったと思うんで、まあ次回以降にね、期待したいっていうところとね、ちょっとね、ミスが響いたっていうところと、アンダーソンの不運がね、この試合は大きかったかなっていうところがあります。結果、2勝1敗で広島の勝ち越しでした。ついで、阪神対 DeNA、12日6対3で阪神、13日7対2で阪神、14日15対7で阪神、阪神の3連勝しかも3試合で28点取ってます。その中で12日ね、6対3で阪神っていうところで、阪神先発青柳ね、3連敗中っていうね、4戦勝ち星なしっていうところでしたけども、7回3分の1ね、120球、7安打6三振、2球3失点と、まあ、前回同様ね、ホームは安定してたと思うし、まあ、序盤ね、援護点もあり、久しぶりの勝利。グッピッチ。ね。で、DeNA 先発今中、4回89球、7安打7三振、1球5失点っていうね、ところで、DeNA はね、初回ね、神里のタイムリーでね、左3人並べて、佐野強打ね、神里っていうところで、1点取ってね、いい形で青柳対策っていうところでね、先制点するんだけどもね、もう問題はこの2回裏よ。佐藤がライト前。で、ミエセスね、アウト。で、梅野三振。で、ここで2アウト2塁になって8番木浪。ね。で、ここ、1塁空いてるから敬遠。で、1ボールから青柳にレフトへタイムリーツーベース、3塁線抜かれてっていうところでね、これ、どうやってなるやん。こんなのもう、木浪敬遠、大正解なわけよ。ね。序盤だからとかって言うわけじゃないのよ。一番の問題点は、青柳に打たれたことなんだよ。ピッチャーに打たれちゃダメじゃんね。しかも、今永っていう日本のね、左腕のエースが。しかもね、2点タイムリーっていうところでね。で、まあ、木浪は状態いいっていう仲もあるしね。この序盤とか終盤とかじゃなくて、これはもう敬遠、当たり前なのよ。ね。木浪に打たれた方が問題点あるわけ。これでダメとかって言ってる人はもう結果論なわけよ。これがもうスタンダードな定石なわけ。その中でワンボールになってストレート。これ今永ね、打つと思ってないから取りに行きませんでしたかって話よ。ストライク。ね。やっぱこういう時ピンチの状況でバッターはね、がピッチャー。だけども野手と思ってピッチングしなきゃいけないわけよ。その中で打ち取っていくことが重要であって、このワンボールになったことによってストライク取りに行きませんでした
インコース甘めっていうね。まあそこをね、青柳がね、2打を打って。まあ自分のね、あのヒットでね、この自分の勝利をものにしたっていうところは非常にね、素晴らしかったと思うし。で、その後もね、近本、中野とね、連続タイムリーで4失点。これはめちゃくちゃね、痛かったね。3回の裏にもね、佐藤のバックスクリーンのホームラン。当てただけだけどね、力あるね。で、まあ5対1。で、ここからね、青柳が徐々にね、立ち直っていって、6回にも中押しのね、ツーアウト一三塁からね、上茶谷ボート、バッと、っていうね、ところもあるしね、まあ6対3できっちりね、阪神が、勝ち越したかなっていうね、ところでね、この6回のワイルドピッチっていうところもね、ね、飛ばしは手だけでいってるからね、体でいかなきゃっていうね、そこ雑なんだよね。そういったところもね、この追加点っていうところも非常に大きかったし、まあ DeNA はね、8回の表にね、牧のタイムリーツーベースね、で桑原の内野ゴロの間に1点上げて2点取るんだけどもね、まあちょっと時すでに遅しっていうね、ところもあるし、あとまあやっぱり DeNA 的にはね、やっぱキーはね、この2回の表だと思う、1点先制してまだね、青柳立ち上がりね、バタバタしてる中でね、2回表ね、ワンアウト1塁からね、1塁ランナー飛ばしな、センター前ヒットね、で8番林がレフトね、レフト線打つんだけどもね、それを見て、戸柱がね、三塁走っていって、レフトからノイジー三塁に送球。若干それだけどアウトなのよ。っていうことはタイミング的には、若干それでね、サトテルワンパうまかったよ。ね。サトテルのプレーもうまかったけど、若干それたのにアウトなのよ。っていうことはタイミングはもう楽々アウトなのよ。ノーアウトなのよ。なぜ走ったっていう。あれもお前ノーアウト一塁で、今永バントでいいじゃん。で、佐野に持っていったら、ここでもう 1,2 点取れたかもわかんない。そしたら DeNA 絶対勝ってた。ね。このね、三塁走塁はありえない。バッと。これがね、チームの流れを変えたっていうね、ところはあるね。で、13日、7対2で、阪神っていうところでね、阪神先発、大竹、5連勝。6回96球、4安打4三振、1四球1失点と、ね、制球も素晴らしいし、緩急もつくし、ね。防御率 0.59。 何があったんだっていうところで取材したいぐらい聞いてみたい。本当に何がどう違ってどうなんやっていうところはね、非常に興味深い。まあ、大谷の5連勝ね、グッドからの流星グッド、いや素晴らしい。 DeNA 先発ガゼルマ、3回3分の2、83球、2安打2三振、5四球1デッドボール5失点とね。まあガゼルマはね、ストライクゾーンの中でボールを動かしながら打たして取るっていうところがタイプだけに、やっぱりね、6四球はね、正直ね、厳しい。で、プラス、エラーも挟んでるからね。まあ、その中でね、まあ、DeNA はね、3回表、ね、ワンアウトから、そのガゼルマのツーベース、サノアウトになるけども、外がタイムリーっていうところで、1点先制ね、するんだよ。この奇跡的なガゼルマンからの流れっていうところでね、まあ、ガゼルマンね、前回もスイングいいからね。で、その中でね、3回裏、ね、先頭木浪デッドボール。で、大竹、これ大竹のフォアボール痛かったね。で、ワンアウト、ノーアウト一塁からね、で、ここで悪送球、ね、近本のライトにタイムリーヒット。で、なかなかフォアボール。で、ノーアウト満塁からノイジー犠牲フライ。ね、で、大山の三塁ゴロ、宮崎ファンブル。ね、で、佐藤タイムリーヒット。一気に4点。痛い。ワールドピッチエラー加算。ね、で、4回裏、ツーアウト一三塁から、ノイジーがね、タイムリーツーベース。やっぱノイジー打ち出すと、やばいね。打線がめちゃくちゃ繋がる。しかもサトデルもね、状態上がってきたっていうところでね、状態悪かった選手がね、上がってきたっていうところもね、この阪神のね、今の流れっていうのもあるしね、4回もね、フォアボールからっていうところも重んでるしね、で、ここがゼルマンからビシバに変わったけど、ノイジーね、抑えきれずっていうね。で、あとはね、この DeNA ね、この2戦目も2点しか取れてないから、やっぱ打ち負けてるね、完全に。で、阪神はね、8回裏、ワンアウト2塁から近本のね、タイムリーで、またノイジーがタイムリーっていうところでね、こうツーアウトになってもね、取り逃すことなくね、点取っていくっていうね、大谷がね、6回きっちり投げ切ってね、その後もね、浜地、岩佐田、梶谷、ケラーとね、まあ岩佐田が1失点するけどもね、まあしっかりね、投げ切れたっていうところは大きいしね、まあ投打のバランスががっちり噛み合ったっていうね、最高の試合展開だったんじゃないでしょうかね。で、14日もうね15対7で阪神だからね。何語っちゃうかっていうね。で、でもこの日大ね、初めて阪神がね、この3連戦先制するわけ。初回にね、2アウト1塁になってから、佐藤がね、ライトスタンドへ、プー、打った瞬間、突き刺さってたよ。ね、ホームランっていうところでね、3点先制して。でもよ、この試合ね、DeNA が逆転するわけ。ね、2回の表、
ワンダウス三塁からね、梅野のパスボール、バッと。手だけで行ってんもん。手だけで。体で行かなきゃ。ね。で、3回。宮崎、牧の連続ホームランで4対3。いや、これは、行っちゃうね、と。ね。DNA、打ち勝つんちゃうかと思ったら、4回裏。梅野ヒット。木浪アウトになるけども、西純也ヒット。だからこれ、ピッチャーのね、バッティングっていうところもね、結構ね、関係してくるよね。で、近本。タイムリー。で、その後、ノイジがね、繋いで、大山押し出し、佐藤輝、満塁ホームラン。からのスパイラルグー、ナイアガラでグッズ。なぜなら、佐藤輝、この試合、ね、5打数2安打、7打点2ホーマーっていうね、素晴らしい。で、もうその後ね、もう語れない。いっぱい点取ります、阪神。15点だから。で、あとはね、その中でもね、些細なことだけども、系統っていうところでね、7回表、ピンチになるけども、ワンアウト満塁からね、及川に代わって梶谷。で、外をね、ヒットを打たれて、戸柱のところにね、代打伊藤が出てきた、伊藤のところにね、代打戸柱が出てきたら、そこでね、梶谷から岩田に代わって、463ダブルプレイっていうね、こういったね、圧勝の中にも、小刻みなね、形成された、ね、この、点差に限らずね、しっかり試合を終わらせるための、ね、石橋を叩いて渡るじゃないけども、しっかりリリーフね、この時点でまあ9対4っていうところでね、まだ5点差ある中でも、こっからどうなるか分かんないっていうね。で、そこしっかり抑えてからの7回ローナーね、5点っていうところもあるし、若干ね、終盤取って取り合いになったけども、やっぱこのサトテルの7打点っていうところはね、非常に大きかったかなと。あとやっぱこの3連戦ね、DeNA はちょっとピッチャーにね、12日もね、青柳に打たれて、で、この試合もね、西純也に打たれて、で、13日はね、大谷のフォアボールっていうところがあったんでね、そこら辺は非常にね、ピッチャーが絡むっていうところがね、こう、抑えていったらね、状況が変わったんじゃないでしょうか。結局ね、この5月ね、セリーグ首位攻防戦、阪神3連勝で、阪神首位でございます。ね。完璧な試合展開、打ち出したら怖い、猛虎打線でした。ね。さあ、ということで最後にね、ベストライン、発表、していきましょう。まずは、パリーグから。ピッチャー、楽天、滝中、ノード押し。キャッチャー、オリックス、若月、首位に貢献。ファースト、オリックス、トング、固め打ち。セカンド、楽天、浅村、復調してきたか。サード、ソフトバンク、栗原、だけどまだ2割3分3厘、打率は寂しいぞ。ショート、ロッテ、チャータニ、チャー。レフト、オリックス、大田、九州学園高校、レフトへの一発は素晴らしい。センター、ロッテ、藤原、大阪桐蔭高校。ね。結構コンスタンスにヒット打ってます。ライト、ソフトバンク、柳田、3割4分2厘、首位打者。ね。DH、オリックス、シュインデル。だけど三振多いよ。もうちょっと、打率負けていこう。リリーフ、ロッテ、マスダ。3セーブ、被安打0、無四球、素晴らしい。セリーグ、ピッチャー、広島、クーリー、完封。キャッチャー、巨人、大城、打撃好調。ファースト、広島、マクブルーム、7打点。セカンド、広島、菊池、12安打は打ちすぎ、週間。サード、阪神、サトテル、3ホームラン、9打点。やばいぞ、上がってきたぞ。ショート、中日、村松、全試合ヒット。守備も頑張ろう。レフト、広島、松山、代打でのセゴドン。ナイスバッティング、勝負強い。スタメンではノーヒット。センター、阪神、近本、8得点、1番としての役割十分。ライト、巨人、丸、復調してきたか。ここが打ち出すと、坂本丸で打線が回り出すぞ。はい、リリーフ、ヤクルト、田口、3セーブ、ガッツ。ということで、まだ今週もね、どういう戦いになっていくんでしょうか。ね、火曜日、佐々木、静岡行きます。解説です。ね。ということで、月曜日の総チェックおしまいです。それでは今週もプロ野球楽しんでいきましょう。それでは。